豊田さん、豊田さん、はい、女性から激モテする男性の特徴ってありますか？はい、3つあります。1つ目が年収が高い。都会で600万から700万、地方で500万から600万ぐらいあったら、だいたい8割ぐらいの女性の希望には入ると思います。2番目に顔が良い。これはね、言うまでもないので先に行きます。3つ目が家事育児やりそう、家事育児できそう。令和はこれがあるかないかでかなり変わってくるので、プロフィールにしっかり家事育児能力を書いてみるといいかもしれません。